元中日の打撃コーチたち、栄転していた。こいつら全員中日ファンから叩かれてたし、なんならパ4強のうち3チームにいるんだが。栗原健太ってあの栗原か。そう、村田と合わせて最初はロッテダメかもなと思われてた。栗原って何の接点があって中日なんかに雇われたんや。よだっちがつてなさすぎて連れてきたらしい。春ってどういう経緯で檻に入れたんだ？接点なさそうなんだが。高山コーチか功労者の松井正人の推薦という線が有力だと思う。春はどこに行っても評判悪いけど仕事途絶えないよね。何がええんやろ？頻打を打撃コーチのせいにするのは伝統。ロッテの二軍打撃成績悲惨なことになっとるぞ。春とか中日の時ボロクソ叩かれてたイメージしかないんだが、プロはやっぱ違うとこ見てるんだな。パリーグの世代交代が進んでない理由って？チーム打率にいやからやっと有能打撃コーチ引けたんやな今。